それでは時間になりましたので記者会見を始めます。本日は慶応義塾大学教授で、現在ケンブリッジ大学ダウニングカレッジで客員研究員をされている細谷雄一さんをオンラインのゲストでお迎えしています。ロンドンは現在朝の9時を回ったところです。細谷さん、31日に日本に帰国されるということで、お引越しが大変な時期にどうもありがとうございます。皆さんご存知のように、細谷さんは国際政治学者で、特にイギリスの外交史を専門にしていらっしゃいます。去年の10月に英国に行かれて、今年7月7日のジョンソン首相の辞任表明や、その後の保守党党首選の動きを間近でご覧になってきています。現在、党首選は女性のリズ・トラス外務大臣と、インド系のリシ・スナク前の財務大臣の一騎打ちとなって佳境に入っており、結果は9月5日に発表されます。今日は細谷さんに今回の党首選の特徴、次期首相が直面する内政外交上の課題、今後の日英関係などについて、現場の皮膚感覚を交えた貴重なお話を伺います。この後、細谷先生から30分から40分間ほどお話を伺い、続いて皆さんからの質問にお答えいただきます。質問の方法はチャットで流しております。ご確認ください。司会は日本記者クラブ企画委員で読売新聞の大内咲が担当いたします。それでは細谷先生、よろしくお願いいたします。はい。ただいまご紹介をいただきました、慶応大学の細谷と申します。この度はこのような貴重な機会をいただきまして、お話をさせていただきますこと、大変嬉しく思っております。また、ちょうど私の1年弱となりますけれども、イギリス・ケンブリッジ大学での在外研究留学の一番最後にあたる時期に、イギリスではこのような形で、保守党の党首選、新しい首相の誕生ということで、大変大きな転機を迎えているわけでございますけれども、そういった機会にこのようなお話をさせていただけることも大変嬉しく、光栄に存じます。今日はパワーポイントのファイルをご用意させていただきましたので、そちらの方をご覧いただきながらお話を聞いていただければ幸いでございます。私のパワーポイント、多分今皆さんご覧いただいておられると思いますけれども、はい、ありがとうございます。ちょうど今、イギリスでは冒頭にございました通り、まさにこのイギリスの保守党選挙、保守党のですね、党首選が行われております。これが9月5日にこれから開票によって発表され、そしてその後には新首相の誕生となるわけでございますけれども、まず冒頭にですね、初めに、で、こちら、パワーポイントのスライドに書いてあることをお話しする前にですね、イギリスの政治が今、異常な事態になっているということをいくつか簡単にお話をさせていただきたいと思います。この1年間ですね、コロナの影響が多少残っておりまして、今日もこういったオンラインでのお話をさせていただいておりますけれども、イギリスは3月に完全にあらゆる規制が解除されましたけれども、しかしながら研究会であるとか、いろいろなインタビュー、取材も含めて、まだオンラインでの、非常に簡便であるということを含めて、ミーティングも多く残っております。それでもですね、いろいろと対面での会合がかなり増えてきまして、この半年ちょっとということになるかもしれませんけれども、いろいろな会合をイギリスで、イギリスの元首相であるとか、あるいは元閣僚、重要な閣僚、保守党の閣僚であるとか、あるいは議員、外交委員会の方と直接会ってお話しして、いろいろとイギリスの政治状況や、ジョンソン政権、ジョンソン首相が保守党の中でどういうふうに見られているかということを、かなりジョンソン首相に近い元閣僚経験の方にゆっくりお話を聞いたりする機会も、ございました。そういった意味では、報道等でいろいろ私が学んでいることと、イギリスの政治外交を今まで研究してきたことと、イギリスにおりまして、生活、先ほどございました通り、生活している肌感覚であったり、あるいはいくつかの機会に直接そういった、イギリスの政治に携わる方々や専門家の方とお話しして感じたことをお話したいと思いますけれども、先ほどちょっと触れました、イギリスの政治がやや異常な事態になっているということで、その理由をいくつかお話し申し上げますと、まず1つ目、これはよくイギリスのメディアでも言及されることなんですが、過去6年間で4人の首相が誕生している。
日本では少し前まで毎年首相が交代する、これからそうならないことを願っておりますけれどもということは日本で言われてましたが、今全く逆で毎年のようにイギリスでは首相が変わり、安倍政権7年8ヶ月ということで日本の政治は安定してて羨ましい。イギリスは首相が毎年のように交代して全く安定してない。もう党内ではもう派閥争いばかりだということを言われて、ちょうど10年前、こちらで言われたこと、逆のことを今、こちらでは言われることがあるということで、過去6年間で4人の首相が誕生するということがいかに異常かということは、イギリスは議員内閣制で、基本的にはこの議員内閣制というものが、立法府と市政府、行政府が一体になっているということで、極めて安定した、議会の多数派が行政府の長である首相を選出するということで、非常に本来であれば安定した政治体制であるはずなんです。例を述べますと、じゃあ4人の首相、キャメロン、っていうのが、キャメロン首相、メイ首相、ジョンソン首相、そして新しくこれから9月5日以降に誕生するトラス首相ないしはスナク首相ということになりますけれども、6年間で4人の首相が誕生したということなんですが、その前の期間の4人ということになりますと、1979年から2010年まで、なんと31年間で、4人の首相で31年間統治してたわけですね。これはサッチャー首相、メジャー首相、ブレア首相、ブラウン首相ということで、サッチャー首相とブレア首相は、それぞれ10年、に及ぶ長い期間、10年を超える長い期間首相を務めたわけでございますから、そういった意味では6年間で4人の首相が誕生するということが、日本の政治に慣れていると、おかしくないんじゃないかというふうに感じる方いらっしゃるかもしれませんが、いかに異常かということがお分かりいただけると思います。もう一ついかに異常かということをお話しさせていただく上で、イギリスが、ルールを守らない国になってしまった。日本と同じようにイギリスも国際秩序の中でルールに基づいた国際秩序ということを繰り返し言及しているわけでございますし、また法の支配、近代的な政治制度というものがイギリスを中心に発展してきたということは多くの方ご存知の通りかと思います。で、このルールを守らないというのはどういうことかというと、一つ例を挙げますと、皆様もご案内のことと思いますけれども、ちょうど2020年の今年の5月17日に、ちょうどジョンソン政権で、まさに首相に選ばれる可能性が高いリズ・トラス外相が、EU とイギリスとの間で締結した離脱協定、2019年に締結した離脱協定の中の北アイルランド条項を、これを一方的に破棄するということを言及したわけですね。で、これは国際的なルールでございますから、イギリスと EU との間で結んだ国際的な協定でございますので、もしも修正変更するのであれば、当然ながらこれは交渉によって変更しなければいけないわけですが、ラテン語の合意は拘束するという言葉、パクトスントスルバンダという言葉、国際法の有名な言葉がございますが、合意は拘束するという、ある意味では最も重要な国際法のルールを、この法の支配に基づく国際秩序、ルールに基づく国際秩序という主張するイギリスが、これを一方的に変更しようとしているということは、これは国際的な信頼を大きく損なう可能性があるということでございます。これは、ブレア首相、ブラウン首相、メイ首相、キャメロン首相など、メジャー首相含めて、歴代の過去の首相が全員反対の声明を出しています。これはイギリスの国際的な信頼というものを大きく損なう可能性、があるということで、断固として、それを行ってはいけない。で、このことがジョンソン政権下で言及され、そしてそれを進めたトラス外相がおそらく首相に選ばれる可能性が高いということですから、やはり従来のイギリスはだいぶイメージが変わってしまう。これについては欧州委員会が当然ながら、このことは国際協定に反する一方的な行動であって、断じて許容することはできないということを述べています。これもう少し詳しく申し上げますと、これは1998年にイギリスと北アイランド、そしてさらには EU との間で結ばれたこのベルファスト合意ですね。このベルファスト合意によって、北アイルランドとアイルランドの間に国境線を、物理的な国境線を、陸上の国境線を作らないという合意がございます。したがって今はイギリス本島と
北アイルランドの間、これは一つの連合国の一つの国なわけです。この間に国境線、まあ実際のこの関税障壁があって、まあ、しかしながら北アイルランドとアイルランドという異なる国の間には関税障壁がない、自由に移動できるということですから、まあこれは時間が経つとですね、北アイルランドがアイルランドに統一されてしまうかもしれない。で、私はまあイギリス研究者として、ブレグジットの時も時々この北アイルランドの問題、あるいはバックストップ当時は呼ばれておりましたけども、さらにはウェルスパスト合意などについて、なかなか実感が湧かなかった。一度私はこのアイルランド、北アイルランド行きたいと強く思っておりましたので、3月にその機会を得まして、ダブリン、アイルランドから電車で陸路、ベルファストまで移動しました。まあ、一切何の障壁もなく、しかも以前はここからここを越えますよと。私も千葉県に住んでいるときは東京から江戸川を越えるとここから千葉県って出てくるんですけども、まあ、それも一切ないんですね。で、これはテロとかの対象にならないようにということのようですが、一切その移動のときに何の障壁もない。電車で普通にチケットを買ってパスポートもいらず自由に移動ができるということですから、もうほとんど一つの国と変わらないような状況なわけです。で、このままどん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 北アイルランドがアイルランドの一部になってしまうということを恐れてイギリスの政府がそのような否定をしたわけですけれども、まあ、そもそもこのジョンソン政権はですね、この EU についての離脱協定もなかなかこれは合意はまとまらないということで、2019年この離脱協定を まとめるときに、本来今はイギリスの議会、下院の議会は議会の任期固定法ということで5年間の任期を変えることができません。途中で解散総選挙はできない仕組みとなっておりまして、これができるのは唯一3分の2の多数を取ったときということになっているわけですけれども、当時の保守党政権は3分の2の多数を取っておりませんでしたから、保守党が。したがって、この3分の2の多数で議会の解散総選挙をしようとするわけですが、数が足りなかったということで、結局、この時に何をしたかというと、3分の2の多数を取れない代わりに、12月12日に総選挙を行う法案という法律を上層政権に出して、それで総選挙を行ったわけですね。で、これで結果として2019年に対象を、12月の選挙で対象するわけですが、これも、イギリスの通常の理解からするとありえないことである。で、ここが重要なポイントなんですけれども、今、ジョンソン首相がイギリスで批判されている、辞任を表明しましたけれども、一つの原因はですね、ジョンソン首相のような、イートン校、オックスフォード大学の出たエリートは、法律というものは、誰もが守らなければいけない。しかしながら、自分は法律の上にいてそれを守る必要がないと。拘束される必要はない、そのような認識を持っているのではないかということが批判されています。これどういうことかというと、直接ジョンソン首相が辞任をする一つの大きなきっかけとなったパーティーゲート事件ですね。つまりはロックダウンの間に非常に厳しい制約があって、例えば自分の親の葬式であるとか、あるいは自分の子供の結婚式であるとか、こういったこともできなかった。ずっと国民我慢したわけですね。政府はロックダウン中感染拡大を防ぐために我慢してほしいということを言って。ところが、ジョンソン首相は、首相官邸などで繰り返しパーティーを行って、お酒を飲んで騒いでいくということで、この説明する際に何度かジョンソン首相は虚偽の発言をしたと言われてますけれども、つまりはロックダウン、イギリス国民を守る義務があるけれども、この自分はその上にいて守らなくてもいいということですね。で、これもう少し詳しく申し上げますと、今時々このようなことが言われているのは、ジョンソン首相はもともとイートン校でですね、キングススカラー、これ私の友人、イギリス人の友人から聞いた話なんですけども、このイートン校で彼の同級生だった。そのから聞いた話だということで教えていただいたんですけども、ジョンソン首相はイートン校でキングススカラーという、トップの成績優秀な学生が得られる資格を持っていて、このキングススカラーというのはパブリックスクールの非常に厳しいルールを守らなくてもいいと。つまりは教員とほとんど同じ、要するに特待生という形で、他の学生たちを、生徒たちを監視する、監督する役目ということですから、極めて成績も行動も良好であるということで、いわばイートン校の中では特権的な地位を持っていたわけですね。そしてジョンソン首相はオックスフォードでも、オックスフォードの学生のユニオンのプレジデント、
を務めて、まあ、全体を管理する立場になったんですね。つまりジョンソン首相からすると、自分は法に守らなくてもいい、特別な 法の上の存在である。だからルールは守らなくていいんだと。まあ、そういう、まあ、ある意味ではイギリスのエスタブリッシュメントの横柄さというものが非常に厳しく批判されているということが言えるだろうと思います。まあ、一方で、まあ、そのジョンソン首相が、まあ、直接的には、まあ、クリス・ピンチャーというですね、まあ、副幹事長の、下院の副幹事長が、院内総務が、まあ、ロンドンのですね、シンシークラブ、ジェントルマンズクラブで、セクハラを行ったということで、このことについての、まあ、これもまた、ジョンソン首相が、まあ、説明でいくつか虚偽の説明を行ったということと、まあ、とにかくスキャンダルがあまりにも続きすぎるということで、まあ、倫理的に破綻しているということで、まあ、この保守党の党首選で最後の決選投票の2人に残ったスナク元財務省と、まあ、これちょっと省という字が、見出しのところでは、ミニストリーになってますけれども、このスナク元財務省と、そして、その同じく元財務大臣であった、ジャビット元財務大臣、この2人が中心となって、あまりにも倫理が破綻しすぎているということで、まあまあ、辞意を表明すると同時に、それとともにですね、ジョンソン首相が辞任することを要求しました。で、このようなスキャンダルが続いたということがあるわけですが、まあ、今回の保守党の党首選では、とにかく女性やあるいはエスニックマイノリティが多く出てですね、まあ、白人男性が最後の6人残った中ではもうほとんどいない。唯一残ったのがトム・テューゲントさんという非常に優秀な魅力的な方ですけれども、この方以外は女性かエスニックマイノリティかということで、とにかく多様性が指摘されました。じゃあこの2人がどれぐらい多様かということが、まあ、こちらのですね、またメディアが揶揄して述べて、まあ、スナク首相とトラス首相は全然タイプが、まあ、もちろんスナク、その元財務大臣はインド系、先ほどご案内したインド系ですし、トラス外相は女性ということですが、まあ、とにかく今回のその保守党の代表選は、党首選は多様である。どれぐらい多様かというと、まあ、スナク元財務大臣は、オックスフォード大学のディンカンカレッジの PPE、出身である。そしてトラス外相はオックスフォード大学のマートンカレッジの PPE 出身である。まあ、これぐらい多様なんだということで、まあ、これはもう冗談で言ってるわけですけれども、つまり2人ともオックスフォード大学のリンカンカレッジとマートンカレッジという名門の古いカレッジ出身で、2人とも、これもまた、さらにジョンソン首相もオックスフォード大学のベリオールカレッジ、これまた名門のカレッジですけども、このオックスフォードの最も、その高い地位にある名門のカレッジ、3人とも出身で、3人とも PPE と。これ PPE って何かっていうと、ケンブリッジにはない、オックスフォードだけにある独特なコースなんですけど、まあ、言ってみればリベラルアーツ、ポリティクスとフィロソフィーとエコノミーを幅広く3年で学ぶというコースであって、つまり、どんな問題でも答えられるけれども、深くそれをやるのではなくて、表面的な勉強だけで終わらせるということですから、まあ、ジョンソン首相もスナク、プラス、まあ、外相、非常に優秀な方々ですけれども、議論が非常に浅白で深みがないということを言われるときに、この PPE の特徴ですね、ポリティクス、フィロソフィー、エコノミクスということを、まあ、表面的に3年間で学ぶということですから、まあ、この代表選での議論をテレビで、ディベートをしていてもですね、非常に頭の回転が早い方々、ではあるんですけれども、まあ、3人とも共通して指摘されるのが信念がない。つまりは国家観であるとか信念であるとか強い自らが求める方向性ってのは見えないということですね。技術的に非常に優れた能力を持っているけれども、果たして何をしたいのかわからない。まあ、特にスナク元財務大臣はこの党首選のディベートの中で何度も立場を変えてます。で、トラス外相も、もともとは、トラス外相は、両親が、労働党左派の、支持者でした。で、トラス外相自体が、オックスフォード大学に在学中は、自由民主党の学生の、連合の、代表的な地位を務めていて、当時の、まあ、音声が残ってるんですが、トラス外相、今、何度もこの党首選で、
こちらのメディアでも流れてますけれども、トラス外相は学生時代は自由民主党、まあ、中道左派政党の自由民主党に所属し、学生団体に所属し、そしてイギリスの王政の廃止を求めてたんですね。国民の税金の無駄遣いで不平等を生むものだということで、でつまりはもともとは中道左派、あるいは左派の思想を持っていたトラス外相、そして2016年は彼は積極的に EU 残留を求めていた。ところが今ではトラス外相はEU の離脱の強硬離脱派のリーダー的な存在として見られるようになっているわけですね。で、まあ、トラス外相はその信念があるように見せる技術が非常に高い。まあ、学生の時に王政を廃止すべきだと言ってきた時の主張と今 EU を批判してですね、北アイルランドの協定に関して、ベルファスト合意に基づいた、この北アイルランドに関する条項についても、非常に強硬な姿勢を示して、保守党の中の強硬派、保守党内の右派の支持を獲得しているわけです。で、なぜそれができたかというと、これが、トラス外相が、このスタイルですね、つまりは洋服であるとか、あるいはハンドバッグであるとか、あるいは喋り方をとにかくサッチャー首相に似せてるわけですね。で、サッチャー首相のスタイルを見習って、そしてあたかもサッチャー首相の最愛で、まあ、今の保守党の中では、まあ、サッチャーチルドレン、まあ、サッチャーを信奉する人たちがマジョリティですから、この保守党内、党内、右派の支持を得るためにトラス外相は、自らがサッチャーの最愛であるというスタイル、本来は彼女は党内左派なわけですけれども、そういったものをまさにパフォーマンスで示すことが非常にうまい。それに対して、また後ほど触れますけれども、スナク、その財務省は、もう典型的なエリートですね。つまり彼は、おじいさんが、東アフリカから移民としてイギリスに移ってきた、非常に難しかったわけですけれども、まあ彼のお父さんも裕福ですし、彼はウィンチェスター校というですね、イギリスでも最もイートンに並んで最も裕福な有名なパブリックスクールの出身です。このウィンチェスター校と、そしてオックスフォード大学リンカーンカレッジを卒業した後にゴールドマンサックスで働き、まあ、彼は資産が1200億円あると言われてますけど、これはまあ彼が稼いだお金というよりは彼のその結婚した相手の家庭の資産が多いとも言われてますけれども、いずれにしましても非常に裕福だ。彼は資産を持っていて、また上流階級の教育を受けているということで、まあ、そのスタイルが洋服、もうテレビの党首選挙のディベートでもですね、洋服高そうな洋服ですねとかですね、とにかくこの非常にまあポッシュという言葉があるんですけども、上流階級の上品なスタイルが揶揄されるんですね。で、あまりにも彼それが質問されて一生懸命それで答えて、この前のテレビでの討論でも、あなたマクドナルド行ったことあるんですかって言われて、いや、あります。この前も息子と行ったばかりですと。そのマクドナルドで何食べたんですかって言ったら、いや、ラップを食べたら、そのラップがすごく、まあ、包んであるやつですね。美味しかったんだということを言ったわけですが、実はもうこのラップって発売してなくてですね、食べて、もう売ってないものを彼間違えて言っちゃったんですね。で、スナク財務大臣は、いや、その後にネットで叩かれて、やっぱり彼マクドナルド知らない。もうラップはもう売ってないのに、昔もう販売中止になったのに、彼、行ってないから発売中止になったこと知らないんだということを叩かれてまして、で、今度は、まあ、ちょっとすみません、脱線して申し訳ないですが、先週、今度はラジオでですね、また同じこと、最近なんかどこで食べたんだって言ったら、いや、ナンドスっていうですね、これまた大衆の、レストラン、大衆のレストラン、そこ行って、それが美味しかったって言ってて、今度はちゃんと間違えずに発売中のものを説明してましたから、ちょっと名誉挽回したと思いますが、まあ、あまりにも庶民の生活から浮遊してるということで。なかなか、トラス外相は中流階級出身で、ステート、プライベートスクール、パブリック、まあ、その富裕な、寄宿舎の学校ではなくて、いわゆる公立学校、ステートスクール出身ですから、まあ、そういった意味では、総合学校と言われてますけれども、ややまたカテゴリーが違うんですが、そういった意味では、トラス外相自らが中流階級出身で、リシーとは違うんだということを言う。まあ、それで、スナク氏は、ややそれに手のひらで踊らされて、一生懸命庶民のイメージを出そうとして失敗しているということですけど、なぜこういうことが起きるかというと、そもそもこの決選投票ですね、下院議員による5回の議員の投票を終えた後、
上位の1位と2位の2人ですね。これがあのスナク氏とトラス氏なんですけど、この2人が残って最後は16万人の保守党党員によるオンラインおよび郵便での投票となる。したがってこれ9月5日に投票するのではなくて、もうすでにですね、7月末からオンラインないしは郵便で、まあ、1ヶ月強の時間の間にやるようになっております。したがって、おそらく半分ぐらいの人はもう投票済ませてるわけですね。で、今、支持の差では、あの、党員の間でのこの支持の差が 30% 以上離れてますから。まあ、もうほとんど、あの、今のままであれば、まあ、トラス外相が首相になることがほぼ確定と言っていいぐらい差が開いてるわけですね。まあ、しかしながら重要なのはそこではなくて、この16万人の保守党党員。かつて20年前は、保守党党員は、あの、30万人いました。半減してるんですね。あまりにもイギリスの保守党が、少数の白人の男性のイングランド南部の富裕な階層を代表して、あまりにも国民から乖離してしまって、保守党というものが国民を代表する政党ではないというふうに見られてしまって、また保守党もそれでも多数を取れるというように、むしろ自らの支持基盤を中心に拡大していく、支持を拡大していくということでですね、この16万人という非常に少ない、まあ、イギリス人口が7000万弱ですから、この中でたった16万人の保守党員、しかもこの全体としてはかなり偏ったあの階層の保守党員が首相を選ぶというのが望ましいのかということで、このこともまたあの議論がされております。まあ、そうしますと、今の保守党、後ほども少し触れますけれども、今の保守党はかなり右傾化しています。かつてのユーキップ、イギリス独立党と同様に、まあ、極右政党と言っていいような、まあ、あのかなり極端なイデオロギー政党となっています。まあ、これはいくつか理由があるんですけど、一つは2019年12月の総選挙で、中道派に対しては、あの保守党が、まあ、ジョンソン首相がですね、あの EU 強硬路線を取らない議員は、公認しないということ、まさに刺客という形で追い出したわけですね。したがって今の保守党というものが、あの皆さんがイメージしている10年前、ないしは20年前の保守党とは全く違った政党と言っていいほど変わってしまっているということ、右傾化している。非常に限られた階層とイデオロギーを代表する政党になってしまっているということを、まずあのご理解あのいただければと思います。つまりはいずれのどちらが首相になっても、この党員票での選挙の時には思いっきり右に寄らないと、自分たちはサッチャーの継承者である。右に寄らないと勝てないんです。一方で、今度2年後に行われる予定の総選挙では、今度は中道に戻らないといけないですから。したがって、この保守党の党員の間での世論調査では、まあ、30% を超えてトラス外相がリードしているわけですけれども、国民全体に広げますと、これあの世論調査の時期によって違うんですけど、多くの場合にスナク氏の方が上なんですね。スナク氏は中道と見られている。しかしながら、より右寄りのパフォーマンスをしているトラス外相の方が、党員の間では人気がある。したがって首相になる可能性が高いですね。で、これもまたですね、ちょっと非常にややこしい話で恐縮なんです。イデオロギー的にはスナク氏の方が右なんですね。トラス氏の外相の方のはもともと中道なんです。だからスナク氏は自分こそが、2016年の時に離脱を投票して、まあ、リズは、まあ、あのトラス外相は彼女は残留投票した。そして自分こそがまさにサッチャーのイデオロギーを継承してるんだということを言ってるわけですが、なかなかそれがパフォーマンスでは伝わってこないということで、まあ、現段階では、あの保守党の党員の間では、あのトラス氏の方が評価が高いというふうになっています。まあ、いずれにしましても、まあ、今のイギリスはですね、まあ、前例のない危機に、襲われていると。まあ、例えば、あのブレグジットやコロナ禍の原因とする経済の混乱ですね。これどれぐらいひどいかというと、2023年、来年度の経済成長見通しは G20 の中でイギリスは19番目にの経済成長率、つまりは下から2番目に低い経済成長率の見通しというふうに言われています。じゃあ一番低いのはどこかというとロシアなんですね。つまりロシアを抜かすと、それ以外の19カ国の中では、イギリスが最も経済成長見通しがひどいということで、まあ、これ大変な困難が山積しているわけです。で、これはイギリスだけではありませんけれども、ウクライナでの戦争に連動したエネルギー価格の急騰や深刻なインフレというものにも追われて、まあ、国民生活が、まあ、大変生活が苦しいということで、まあ、あまりにも巨大な問題が
山積しているわけですね。で、このようなあまりにも難しい問題が山積し、そして党内でも亀裂、分裂が見られ、そして国民の間でも支持が失われてしまっているということで、もう山のように問題がある中で、どちらが首相になっても、いずれにしても2年後の総選挙で勝てる可能性は非常に低い、短命の政権になるのではないかと言われてますし、そもそも2年間持つかどうか、国民的な人気があるような指導者では2人ともありませんので、したがって2年間選挙まで首相を続けられるのかどうか、あるいはまた1年で交代ということにならないのか、ということで、そういった不安も見られるわけでございます。で、次の、スライドに移らさせていただきますと、まずは先ほど申し上げた通り、下院の議員による投票では、リシ・スナック氏が5回の投票すべてにおいて1位で、勝利しているということですね。で、これは、どういうことが言えるか、直前まで言われていたのが、リシ・スナック氏とペニー・モーダント氏、この2人が残るんだ、ではないかと言われているわけですが、最後リズ・トラス氏が逆転して勝利しました。これを見てお分かりいただける通り、とにかく人種的にもジェンダー的にも多様な人が集まっているということで、これは今のイギリスの政治の非常に大きな特徴だと思いますけれども、リシ・スナック氏、なんでこれほどまで評価高かったかというと、いくつか理由があると思うんですけど、とにかく彼は能力が高いんですね。事務省能力が高くて、さらには財務大臣としても、もちろんいくつか批判は浴びてますけれども、やはり難しい経済、コロナ禍の経済を比較的うまく回してきたと。いうことで、スナック氏が実務能力が高い、明らかにリズ・トラス氏よりも首相としての資質が高いだろうということは、多くの人たちが言及していることでございますけれども、しかしながら、今の党員の間では、イデオロギー的、パフォーマンス的にリズ・トラス氏の方が人気が高いということが言えるのではないかということでございます。これは BBC の出典でございます。で、これは先ほど触れたことにも関係しますが、やっぱり今のイギリスの政治がいかに混乱しているかということで、とにかくまず第一、ブレグジットをめぐってこの迷走が終わらない。もともとは2019年の12月の総選挙では、ジョンソン首相を率いる保守党が、離脱を実行する、ゲットブレグジットダンということをする、もうこれでもうブレグジットは終わりなんだと。で、多くの人たちはそれを信用して投票したわけですけれども。しかし、そしてさらには国民の支持を得て、1987年のサッチャー政権以来、保守党としては最大の議席を得るという大勝となりました。そういった意味では、もうブレグジットにはうんざりした。ジョンソン首相こそが、この混乱を解決してくれるということを期待したわけですが、むしろ逆でございまして、これはもう最初から予想できたことでございますけれども、ブレグジットを実行したことによって、まず、移行期間が終了したことによって、まず、このイギリスと大陸、EU との間の事務の手続きは膨大である。完全においては、一定程度抑制する状態にはなっておりますけれども、例えば先ほどの北アイルランドの問題などでも、このイギリスから北アイルランドへとですね、ものを運ぶときに、同じ国内、イギリスの国内、連合国の国内であるにもかかわらず、膨大な書類の手続きが必要なんですね。で、このコストがあまりにもかかるということで、国内の不満が鬱積しております。このあまりにもブレグジットによって、この事務手続きが煩雑になって増えてしまったということで、言ってみれば、これも十分予想できたことでありますけれども、そのブレグジットの協定というものを、本来であれば、メイ首相はどうにか実行可能な形で実行、その合意をたどり着けようとして、それに困難に直面して、ある意味では辞任したわけですけれども、ジョンソン首相は、非常に不完全な形で、協定の細部を彼はきちんと読まない。彼は、後で、自分細かいところなんか読んでないんだということを、告白しているわけですけれども、細かい、条項の重要な細部を読まずに彼は、とにかく、離脱合意を早くまとめろということでまとめさせたわけです。ですから、その、まさにツケが今回ってきているということで、このブレグジットをめぐる迷走、先ほどは5月に、リズ・トラス外相が北アイルランドの問題をめぐってですね、かなり強硬な一方的なルールの破棄、法律を破棄する、国内法を制定する
という意向を示したということを申し上げましたけれども、まあ、イギリスが一方的に国際合意を無視して、従来の合意というものを改変しようとしているというのは、まあ、言ってみればこのブレグジットをめぐる迷走というものがまだ続いているということです。まあ、これ肌感覚で申し上げますと、例えば私が所属しておりますケンブリッジ大学のダウニングカレッジ、まあ、かなり大きなカレッジではあるんですけれども、まあ通常であればフォーマルディナーという形で、まあ、フェロー教員の夕食でフルコースで食べる機会があるんですが、これしばらくの間なかったんですね。人数が最大10名までであったり、あるいはその週3回を週1回に減らしたりということで、これサーブする労働者がいないんですね。で、街を歩いててもですね、レストランや喫茶店多くが店は閉じていて、今労働者がいないので、新しく人を雇うまで店を閉じますというふうに書いてあるんです。つまり多くのヨーロッパの移民がヨーロッパに帰ってしまったことによって、まあ、レストランであるとか、まあ、カレッジもそうですけれども、労働者が足りずに、もちろんEU の域外から入ってきて、まあ、コロナということもありますけれども、とにかく人が足りずに労働力不足というものが、先ほど触れたイギリスのこのコロナの後の経済成長の大きな足かせになっていると言えると思います。まあ、そして相次ぐスキャンダルについては先ほど触れた通りでございますし、また悪化する経済指標というのも、まあ、これも2020年の2年前の GDP の成長率は前年比でマイナス 9.9% ということで、先進諸国の中でもとりわけ悪い数字となり、そして2023年の経済成長率の見通しでは G20 の中ではロシアについて2番目に悪い数字となっていると、まあ、前例のないイギリスの経済的な困難というものが見られ、またそれにインフレ、エネルギー価格の高騰によって、まあ、国民生活が苦しくなって、まあ、こちらのニュースではとにかくこのインフレとエネルギー価格のこと、まあ、この問題が連日出ておりまして、ある意味ではウクライナの戦争以上に深刻な問題として捉えられていて、まあ、今夏ですから暖房いりませんが、これで冬になってですね、暖房が必要になってくると、まあ、本当にこれは生活できなくなって、まあ、暖房費が払えなくなるということで、深刻な危機が訪れるのではないかということが言われております。まあ、そしてジョンソン首相の辞任と保守党の代表選ということで、まあ、これも先ほど申し上げた通り、保守党のですね、ジョンソン首相が7月7日に保守党の代表を辞任する、これ首相の辞任ではないですね、保守党の代表を辞任するということで、まあ、保守党の、まあ、党首選出を規定する1922年委員会の規定によって、保守党の下院議員の投票および決選投票を経て、保守党の新代表を選出することが決まりました。すみません、ちょっといくつか誤字がありますけれども、リズ・トラス外相ですね、リシ・スナク元財務省とトラス外相の2人による決選投票が行われることになっております。まあ、ある意味では今回の党首選は、先ほど申し上げた通り民族的なマイノリティやジェンダーで、非常に多様と言われていますけれども、しかしながら一方では教育などの社会的なバックグラウンドでは比較的共通した立場のものが多いということが言えるのかもしれません。で、リシ・スナク氏については、名門のウィンチェスター校を出て、オックスフォード・リンカーン・カレッジ卒業、そしてスタンフォード大学で MBA を取って、まあ、ゴールドマン・サックス勤務ということで、まあ、まさに絵に描いたようなエリートでございます。まあ、そして、まあ、短い期間、まだ、会議に、まあ、選出されてから10年経ってないんですけれども、いくつかの重要な閣僚ポストも経験しまして、そして、今回は、こういった形での、代表選に残っているということですから、まあ、実務能力がとにかく高いと言っていいと思います。で、その、まあ、リシ・スナク氏と違ってですね、トラス氏は、とにかく、パフォーマンスがうまいですね。先ほど申し上げた通り、コロコロと自分のイデオロギーや立場、政治的な立場を変えてるんですけれども、まあ、しかしながら、信念があるような、そしてユーモアを交えて、国民の、その人気を、まあ、ハートをつくむのがうまい。非常に演説がうまいですね。で、ちょうど私6月に NATO のマドリードでの首脳会談、アウトリッチの会合に出席して、その時にリズ・トラスさん来ておりまして、まあ、スピーチしてましたけども、まあ、ある意味では、他の国の首相や大統領以上にトラス外相が来た時には注目される。また、多くの人たちが聞き
まあ、スマホで写真を撮っていた。非常にやはり喋る言葉は力強い。で、そしてロシアや中国について全く遠慮なく批判するんですね。政治家としてオブラードに包むこともなく厳しい言葉で批判する。で、そのことによって彼女はよく失言をしてですね、リシ・スナク氏と違って、まあ、経済政策等の細部について彼女は必ずしも熟知しているわけではないので、時々外交や経済政策について失言をして批判されるんですけども、まあ、それが政治的な失点にならないような魅力や、あるいは話術、スタイルがあると言えると思います。で、これは支持率の推移ということで、まあ、最新の状況では8月12日から17日までの数字を見ると 66% トラス氏でスナク氏が 34% ということですので、先ほど申し上げた通り 30% 以上 32% 下がって、ほぼダブルスコアですから、もうこの時点でもうトラス氏に決まったと言っていいぐらい差が開いているんだろう。まあ、これから大きなトラブルがなければ、あるいは場合によってはあったとしても決まってしまうのではないか。で、これがまた面白い数字であって、もしも保守党の党首選挙、これは規定によって現職の首相が参加できませんけれども、もしもですね、ボリス・ジョンソン首相がこの党首選にいたら誰に投票するかというと、圧倒的にジョンソン首相は1位なんですね。 46% がジョンソン首相に投票するということを言っているということですから、ところがですね、この逆の数字で保守党の党員の大半はジョンソン首相がごめんなさい、ジョンソン、これはまた面白いことで、ジョンソン首相が首相を辞めさせるのはいいことか悪いことかというと、これ悪いことというのは 55% なんですね。つまりは未だに保守党の中ではトラス氏やスナク氏よりもジョンソン氏の方が人気があるんです。つまりはトラブルが多くて支持率が低いんだけれども、なぜか人気がある。それは一つは選挙に強いからですね。で、人間的には問題がある、スキャンダルも多いんだけども、2年後の選挙を考えるとやっぱりジョンソン氏の方が強いんじゃないかというのと、やっぱりですね、まあ、ピエロじゃないです、面白いですね、発言が面白い、ひどいけど面白いということで、まあ、そういう人を選ぶというのはちょっとイギリス政治もどうかと思うんですけれども。で、まあ、今何が問題かというと、これでもう終わりにさせて、あと 1,2 分で終わりにさせていただきますが、まずは保守党政権に対する国民の不満が鬱屈しているということ。で、これはまあ毎年の首相が変わるということもそうです。あとは北アイランド問題や、あとはスコットランドの住民投票の要望などで連合国が分裂する危機に直面して、これ何度か私もいろんなところで書いたり発言してますが、で、どれぐらい国民の信頼を失っているかというと、今支持率が 18% ですね。最新の状況では 18% で、そして不支持率は 64%。 日本だったらもうこれ内閣存続は不可能な数字だと思うんですけども、まあそれでも保守党の中では人気ある。つまり国民はジョンソン氏に怒りを示しているんですが、なぜか保守党内では人気あるというような奇妙な状態になって、まあ、その結果として保守党が国民の信頼を失ってしまって、今 のイギリスの中での支持、政党支持率では1位がレーバーパーティー、労働党、2位が緑の党、3位が自由民主党ということで、緑の党よりも保守党の方がはるかに低いですね。で、まあ、今選挙をすればもう保守党は大敗するだろうと言われてますけれども、まあ、そのことが結局は頭を入れ替えるという行動にもなっているんだろう。さらにはこれ先ほど触れましたけども、保守党の支持層が圧倒的に男性に偏り、高齢者にが多く、さらには ABC というのはこれソーシャルグレードの階級が上流階級という、アッパーミドルと上流階級が圧倒的に多いということと、あとはイングランド南部に偏っている、そして離脱派が中心になっているという、まあ、極端なその傾向が見られるということで、まあ、さらにはこの、その、まあ、政党、まあ、政権支持率ということですけども、これはどちらかというとブレグジットをうまくハンドルしているか、これちょっと混ざってやや不正か、上の文字と、ま、合わさってませんけれども、ブレグジットをうまくハンドリングしているかということでいうと 60%、 59% がハンドリングしてない、うまくブレグジットに対応ができてないということ、これが先ほど申し上げたブレグジットの迷走ということですね。で、これからはまず外交は継続する、外交路線は大きく変わることはない、そして最大の政治課題はエネルギーインフレ問題になる
ということで、あとは EU との関係はより一層悪化するだろうということと、まあ、保守党が今右傾化が進んでますから、右傾化ということはよりイデオロギー的に、まあ、アメリカ的なネオコン的となっているので、まあ、ロシア中国に対してはより一層強硬となっています。イギリスの保守党では中道左派が親中派が多く、そして党内の右派が反ロシア反中国が多いので、今の保守党が先ほど申し上げたとおりかなり右傾化しているというのは反ロシア反中国で、さらに、まあ、スナク氏とそしてトラス氏が党内右派の支持を得るために右寄りのパフォーマンスをしていますので、したがってしばらくはロシア中国とも関係が悪化する。でこの EU との関係が悪化し、そしてロシア中国との関係が悪化する必然的な帰結はですね、日米両国との関係を強化するということですね。まあ、インド太平洋シフトというものは続いて、さらにはアメリカと日本に対して保守党の右派は非常に良いイメージを持っています。ですからこのままいくとさらに日英関係が強化される。例えばちょうど日本とイギリスが次期戦闘機についてまあ、共同開発するということが報道されておりましたけど、まあ、これもそのような流れ、今の政権でこれからこれまたさらに続いていくと思います。イギリスはより一層120年前の日英同盟の時と同様、より一層日本いやアメリカとの関係強化、まあ、しかしながらそのためのリソースが十分にあるかどうかというような難しい問題も抱えているということでございます。本来40分ということで少々時間が経過してしまいましたけれども、長時間ご清聴ありがとうございました。これからまた質問をいただければお答えをさせていただければと思います。ご清聴ありがとうございます。布施さん、今のイギリスの雰囲気、保守党の中の雰囲気が大変よく分かるお話をどうもありがとうございました。それでは質問をお受けします。質問の受け付け方をご案内します。直接質問されたい方は、ズームの画面の下の方にある手のマーク、手を上げるのボタンを押してください。私がご指名しますので、ミュートを解除しご質問ください。テキストでの質問は、同じくズームの下の方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。それでは1問目、司会の特権で私から質問させていただきたいんですけれども、2年後総選挙になった場合、労働党がかなり優位というお見立てなんですが、労働党は労働党でこう、なんかこう、パッとしないような感じもするんですけれども、その総選挙で、があった場合に、労働党のリーダーとして出てきそうな人は誰なのか。という質問が一つと、あとダイバーシティというお話があって、実際先生が資料につけてくださった8人の顔ぶれを見ると、本当女性か、マイノリティ出身かっていうのがよくわかるんですけれども、スナクさん、党員の投票では、まあ、リズ・トラスに負けているということなんですけれども、なんというか、レース、人種のファクターっていうのは、イギリスのメディアなんかを読むとないっていうふうに書いてあるものが多いんですけれども、その白人主体の党の中で、インド系の人を選ぶっていうことに対する抵抗感みたいなのは、実際のところ、どんな感じなのかなという、その2つを伺いたく存じます。はい、貴重な。ご質問いただきましてありがとうございました。まず1点目の質問でございますけれども、政治の世界1週間その1週間先も闇である、一寸先は闇であるという言葉もございますけれども、すみません、1週間というのは政治において極めて長い時間である。これイギリスのある政治家が言った言葉で、一寸先は闇である。これはもう日本の自民党の有名な政治家が言った言葉ですけれども、このことを考えるとですね、2年後には何が起こるか全くわからないということですね。で、もう一つは、今回の党首選を見ていて、想像以上にリズ・トラス氏が、やはり
聞いてる人の心をつかむのはうまいということですね。まあ、失言をしたり、彼女、いろんな不利な条件あるんですけども、まあ、とにかくやはり戦うのが喧嘩がうまいという気がしますね。そうしますと、リズ・トラス氏はジョンソン首相よりも、おそらく労働党にとっては戦いにくい相手なんだろうと思います。一方で、労働党は労働党でですね、まあ、長らく、ジェルミー・コービン党首の時代が続いて、まあ、コービン党首は、まあ、共産党に近い党内左派、最左派ですから、今、やはり、それに対してですね、キャスターマン氏は党内の右派ということで、やはり労働党は保守党以上に党内は分裂してるんですね。で、このどちらがリーダーになっても十分な党内の支持が獲得できないということで、党内の分裂に配慮するということにかなりのエネルギーを使わなければいけないということで、まあ、先ほど申し上げたとおり、ある意味では保守党は右寄りに準化したわけですね。イデオロギー的には非常にある意味では右寄りに準化して、中道派を切り捨てたわけです。まあ、それに対して労働党は長らく党内左派の党首の時代が続いたので、まあ、ケア・スターマー氏のような中道派、あるいは党内右派のリーダーは、選挙に向けて非常に国民をまとめにくいということが言えるのかなという気がします。で、ちょうど先月ですね、ある会合で、ブレア元首相のスピーチを聞いたときに、まあ、その司会をしてたのが、ブレア首相の、まあ、元外交官で、首席補佐官であった、ジョナサン・パウエル氏なんですけどね、そのジョナサン・パウエル氏が面白いことを言っていて、1979年以降の、労働党の、選挙の結果を教えてあげようと。1970年以降、労働党は、ルーズ、ルーズ、ルーズ。ブレア、ブレア、ブレア、ブレア。ルーズ、ルーズ、ルーズ、ルーズ。つまりは、1979年以降、ブレア以外で労働党は一回も勝ってないんですね。それを考えると、どれだけやはり、労働党が政権を取るということが容易ではないのか。まあ、ピアス・パーマー氏は非常に誠実で、有能な指導者、であり、また評価されていますけれども、やはり非常に硬いので、リズ・トラス氏のようなですね、はぐらかして、チャーミングな、ややポピュリスト的なリーダーと戦ったときには、非常にキャスターマー氏は戦いにくい。まあ、しかしながら一方で、ちょうど、サッチャー政権とメジャー政権合わせて13年で政権が終わりました。で、今、ちょうど保守党政権12年目ですから、そう考えますと、やはりですね、イギリスの国民の間で、あまりにも一つの政党に長期政権を委ねるということに対する、まあ、懸念警戒感。まあ、ちょうどブレア政権も、13年で、ブレア・ゴードン・ブラウン政権終わりましたから、そうすると、まあ、国民のバランス感覚からして、キャスターマン氏が続いたときに、党首同士の戦いでは、トラス氏有利かもしれないけれども、やはり国民のバランス感覚からすると、これ以上、保守党に、政権を任せるということに対しては非常に強い抵抗感が見られるんだろうと。で、2つ目の質問についてでございますけれども、もともとですね、イギリスは例えば、ディズレイリ首相が、彼はユダヤ人ですからね、彼がワンネーション・トーリーという言葉を作りまして、つまりはイギリスには、上流階級と貴族階級と、上流階級と労働者階級と2つのネーションが言われたわけです。それを一つにまとめてワンネーションにするんだというのがワンネーション通りという言葉なんですけども、もともとユダヤ人の、まだアメリカでは一人もユダヤ人の大統領は生まれてないですし、また未だにアメリカでは一人も女性の首相も誕生してない。これリズ・トラス氏が首相になれば3人目の女性の首相ということになりますから、私はイギリスはジェンダーとかですね、さらにはその人種に対してはかなり寛容な国だと、その点についてアメリカよりも寛容だと思ってます。で、ちょうど、ナポレオン戦争の時に首相を務めたのが、ショー・ピット首相なんですが、ピット首相は首相になった時の年齢が24歳なんですね。で、彼は何と言ったかっていうと、あまりにも、ナポレオン戦、フランス革命という難しい時代ですから、まあ、ナポレオン戦争という、戦争や政治という難しい仕事を任せるには、老人のみに政治を任せるには、あまりにも課題は巨大であるということを言ったんですね。つまりは、国の一番有能な人間が政治を牽引しないといけない。それは、人種、性別、年齢は関係ないんだというような、ある意味では非常に強いプラグマティズムがある。一方で、階級と言語ですね。イギリスでは言語、
美しい適切な英語をしゃべるということと、まあ、階級というのは、これは上流階級という意味だけではなくて、その時代のイギリス国民の空気ですね、どういった階級的な、例えばブレア首相、サッチャー首相、キャメロン首相、いろいろいるわけですけども、そういった適切な人物が率いるべきだというような、まあ、例えばこれ、保守党労働と違うわけですけれども、そういったものにフィットするかどうかということでいうと、私は、まあ、リシ・スナク氏も、リズ・トラス氏も、それぞれ違う意味でフィットしていると思うんですね。ですから、どちらがなることに対しても、私はほとんど抵抗が見られない。まあ、イギリスの、保守党の党員も国民も、インド系であるスナク氏がなることにはほとんど抵抗はない。で、なぜかというと、一つはこれ、コモンウェルスなんですね。イギリスにとってコモンウェルスは兄弟なので、これカナダ人、例えば、日本人からすると、まあ、カーニー、イングランド銀行の総裁、前総裁、カーニー氏はカナダ人、カナダ人が地方銀行の総裁するってことは、外国人が、総裁するってことはありえないように見えますが、イギリス人からすると、カナダ人ってのは外国人じゃないですよね。そういった意味では、インド出身のスナク氏というのも、単純に人種的に外国人というふうには、もともと出身とは見なされてないんだろうと思います。ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。続いて個人会員の尾崎さんからの質問を代読いたします。今のイギリスにおける混乱は、2016年のブレグジットを決めた国民投票に遡るように思われます。この国民分断の根源はどこにあるというふうにご覧になりますか。国民意識のダイバーシティ化、それが極端に進んだからでしょうか。いわゆる左流化現象の帰結だとすれば、その原因はどこに求めることができるのでしょうか。非常に重要な問題で、また本質的な問題だと思います。これは政治学者と私もいくつかの研究会で、ポピュリズムについての研究会を開いて、この 3,4 年ずっと研究会を続けてきたんですけども、民主主義の後退、ポピュリズムの台頭、あとは中道層の、低下、後退と、そして政治の分極化、いろんな要素が見られると思います。その根源として、おそらくはサッチャー政権以来の、経済のですね、新自由主義というもの、これが極端に政治の世界にマーケットの原理というのが導入されて、合理的なマーケットの原理が導入されたことによって、再配分が機能しなくなり、格差が拡大しているということで、いろんな原因があるんだろうと思います。で、そういった意味では、興味深いのが、メイ首相がですね、2017年の総選挙で、ニック・ティモシーという補佐官の助言を受けて、サッチャー政権以来の新自由主義を転換しようとして彼女は負けたんですね。で、一方で今の岸田政権が述べている新しい資本主義という言葉も、時折サッチャーリズム的な新自由主義に対する批判が含まれている。今の世界でですね、先進国の間でも、サッチャリズムやレーゴノミクス以降の新自由主義を修正しなければいけないというような、強い必要性が認識されながら、同時にですね、一方では、そのサッチャーのチルドレンとして保守党を動かしている人間が、つまりサッチャーチルドレンということで、スナク氏もトラス氏も、あえて自分がサッチャーの継承者だということを誇示しようとするわけですね。つまりは、サッチャーやレーガンが作った時代、新自由主義の時代というもの、ある意味ではブレア首相もそれを継承したわけでございますけれども、それを強化するのか、まさにゴールドマンサックスで富を稼げるというのは、その一つの帰結でもあると思うんですけども、あるいはそれを修正するのかということで、これが私は保守党労働党とも解決ができていない。で、少なくても過去30年、40年の間に、イギリスの経済、社会、そして政治が大きく変容したということ、サッチャー以降変容したということを間違いないわけですし、どう変容したかということも分析がされているわけですけども、その評価ですね。それを継続するか、大きく修正するかということが、保守党、労働党ともまとまって、ジェミー・コミン氏は大きくそれを転換しようとして、支持を得られなかったんですね。一方で、キャスターマン氏は修正するのか、継続するのか、彼はブレア系の指導者ですから、ブレア系ということであれば、サッチャー的な新自由主義をむしろ継承強化、ブレアはした面もありますから、そこのところの方向性が見えない。で、私の個人的な感想からすると、おそらくブレア政権の時にやろうとした、つまり新自由主義でも、旧来的な社会主義でもない第三の道ですね。
で、これに結局は失敗したわけですけれども、このブレア政権的ではない形で、この新自由主義でもない、あるいは社会主義でもないモデルというものが出てくるまでは、私はこの混乱、民主主義の混乱というのは悪化していくんだろうと思います。ありがとうございます。産経新聞論説委員の岡部さんからご質問をいただいているんですけれども、途中になっているので、岡部さん、もしよろしければミュートを解除して、ご自身で質問していただくことはできますでしょうか。一応岡部さん2つ入力していただいて、すみません、最後まで多分書いて、すみません、今送りました。ではありがとうございました。大変興味深く伺いました。私もですね、ブレグジットの時にちょうど、駐在しておりまして、で2年前まで、駐在しておりました。で一つちょっと気になったのがですね、先生おっしゃる通りで、もうほぼその通りだと思うんですけども、私はですね、サッチャー以来のですね、今先生がおっしゃった右派とおっしゃったところだと思うんですけども、いわゆる離脱を強行にですね進めたのがですね、リース・ムークやですねイアン・ダンカン・スミスたちの、はい、いわゆる流樹派と言われる人たちなんですね。これはですね、彼らは自ら右派とは呼んでませんで、自ら保守本流と、サッチャー以来のですね保守本流と呼んでるんですね、位置づけてるんですね。でさらに興味深いのはですね、なぜ前回の総選挙でボリス・ジョンソンが大勝したかというと、いわゆる保守本流でありながらですね、労働党の支持者たちも一部ですね取り込んで、労働者 の政策、労働党の支持者たちの政策もですね打ち出そうとしたところだと思うんですね。ですのでですね、単純に左派右派というような色分けよりもではですね、ちょっとその保守党、イギリスの保守党のことはですね、ちょっと完全には理解できないんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。岡部さん、産経新聞で私の中央コロンの論考もいろんな辞表でご案内していただいて、こちらもとても良い文章ありがとうございました。また書かれたものもいつも読ませて、いただいてますが、おっしゃることはよくわかります。私もサッチャー政権以来のですねこの保守党に大変関心を持っていて、いろいろと調べてきて、文章にはなってないですけども、おそらくブルージュグループということだと思うんですけども、彼らはですねやっぱりですね、戦後のコンセンサス政治を破壊したいんですね。つまりはもともと19世紀の古典的な自由主義というものがあって、でそれがおそらく戦後のコンセンサスで、マクミラン政権が特に象徴的ですけれども、言ってみれば労働党の福祉国家体制を取り込んだコンセンサス政治というものが保守党の伝統からの逸脱であって、本来の自由主義であるとか、あるいはナショナリズムですね、EU 加盟も、あるいはその社会民主主義、福祉国家の部分的な取り込みも、本来の19世紀的な古典的自由主義からの逸脱だと彼らは考えていると思うんですね。ですから彼らその回帰、本来の、保守主義というのは自由主義と言っていいと思うんですけども、保守主義というのはより温厚で柔軟なものですから、彼らはやっぱり自由というものの原理主義的な回帰というもの、それの上で EU もおそらくは労働党的な福祉国家もそれは逸脱であると。でそういった意味ではそのおそらくサッチャー政権以降のこのサッチャー革命というものを、本来的な19世紀的の古典的自由主義への回帰という見方と、保守主義の変質という見方と、両方あったと思うんですが、今の保守党では岡部さんがおっしゃる通り、これが本守本流化したと思うんですね。つまりは、いわゆるウェットと言われる党内左派が、排除されたことによって、保守党の右傾化というのは言い換えたら、戦後のコンセンサス政治のウェットな中道派、穏健派の排除で、この穏健派や、中道派が結局親中派の路線、言ってみれば、キャメロン政権の時の英中関係の黄金時代の到来だということで、過剰に中国に傾斜したわけですよね。だけれども19世紀的な自由主義やナショナリズムからすると、全体主義であって共産主義の中国と関係を深めるというのは、おそらく岡部さんが言うところの保守本流派の党内右派からはとても容認できないと思うんですね。それが対中強硬路線、ダンカン・スミスも
そのウィリアム・ヘイグもみんな対中強硬路線ですから、まあ、それが今見られるということで言うと、まあ、解釈としてはサッチャー革命以降の変容という見方、右傾化という見方と本来の保守党、あるいは自由主義への回帰という見方、どちらも私は可能だと思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、トゥーム・ダンカン、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お約束の時間になってしまったんですけれども、私から最後にもう一問質問させていただいていいでしょうか。はい、どうぞお願いします。ウクライナファティーグ、いわゆるウクライナ疲れとイギリスの次の政権についての関係なんですけれども、まあ、24日にロシアの侵攻から6ヶ月を迎えて、この先が見えないと。で、この関連で先生ご指摘されたように、エネルギー、暖房費なんかがこれからますます高くなっていって、普通の人の生活を苦しめると。そういった中で、まあ、おそらく、トラスさんが新首相になられるんでしょうけれども、彼女が、ジョンソン、的なウクライナ政策を引き継ぐといって、ヨーロッパの中でもドイツ、フランスのちょっとこう、ロシアと早く話をつけてよ、的なこととは、全く別のこう強硬路線を貫こうとして、その国民はそれについていけるんでしょうか。そのイギリスのウクライナファティーグの度合いというのは先生今どういうふうに感じておられますか。はい。まあ、ありがとうございます。たまたま昨日ですね、日本ではほとんどあまり大きな運動はなかったと思うんですけども、ウクライナ独立記念日で、まあ、私がいるケンブリッジでもかなり大きなパレードがたくさん行われてたんですよね。ですから、先ほど冒頭、お話の中で申し上げた通り、まあ、ニュースではエネルギー問題とか、インフレの問題がかなり報道されてはいるんですけども、その国民感情としてはやっぱりですね、ブチャの虐殺以来、ロシアがやってることに対する怒りですよね。で、ここはやっぱりヨーロッパ大陸と違うのは、まあ、言ってみればイギリスは19世紀のグレートゲーム以降150年ぐらいずっとロシアと対決してきたわけですね。ですから第二次世界大戦の時にルーズベルト政権がソ連と過剰に協力をしようと楽観的な政策を取った時にもチャーチル首相はそれに反対でしたし、まあ、冷戦の初期にはアメリカよりはるかにイギリスの方が強硬であったということで、また2014年のクリミア軍事的な侵攻、その占領と併合についても、これもまあ、NATO の中でも G7 の中でもイギリスは最も強硬であったということで、まあ、言ってみればイギリスはですね、一貫してロシアには強硬だ、まあ、これ伝統、歴史的な伝統があるということと、まあ、もう一つ今先ほど申し上げた保守党がかなり、まあ、右傾化という言葉は正しいかどうかは別にして、党内保守派が影響力が大きくなってますので、まあ、イデオロギー的なロシアに対する敵対感情です。より重要なのはですね、イギリスはほとんどロシアにエネルギー的に依存してないということなんですね。で、したがってここがやはりドイツとの大きな違いであって、まあ、したがってエネルギー問題をめぐって、逆に言ったら、ロシアに対して警戒感が強いから、ドイツのように脱原発でロシアの天然資源に依存するという選択を取ってこなかったわけですね。で、一方で、これはまあ別の昨日ウェビナーでもですね、ドイツ専門家の方、山陽子さんなどと議論したことでもあるんですけど、やっぱりドイツはですね、伝統的に19世紀から三帝同盟、ロシアと同盟を結んだり、あるいは1970年以降、60年代末以降のオストポリティック、新東方政策で、まあ、ソ連と提携したりですね、まあ、一貫してこのドイツの中には東を向く伝統があるわけですよね。で、そうすると、イギリスとドイツはその点において大きな違いがあると。ということで、やはり引き続きどちらが首相になっても、おそらく NATO、G7 の中でもイギリスは突出してロシアに対する強硬、ロシアに強いの。で、これはやはりですね、融和政策の反省から一時的な、まあ、経済的な理由から、世界恐慌の後の一時的な理由からそのナチスとドイツに迎合したことが、まあ、結果として中長期的にはイギリスの、まあ、国民の安全、経済、繁栄を犠牲にしたということで、やはり踏みとどまるところで踏みとどまらないと、後でより大きな付けを払わなくちゃいけないというのが、イギリスの融和政策の、まあ、反省ということで伝統として残っていると。まあ、それを考えると、まあ、経済的に苦しいから、
一時的に短期的な利益を求めてロシアと和解をすると、むしろ実際これが2014年15年のミンスク合意だったわけですね。で、ミンスク合意はイギリスがかなり批判的であるにもかかわらず、短期的なロシアに対する融和政策としてドイツとフランスが進めたわけです。で、もちろんそれはドイツが天然資源においてかなりの程度ロシアに依存し始めていたということも影響してたと思うんですが、でイギリスからするとやはりあの時に2014年 のクリミア半島併合以降に西側があまりにもロシアに融和したことが逆に追い込んだことではなくて、むしろ融和したことがロシアによって、ロシアはドイツがドイツなどのヨーロッパ諸国がエネルギーでロシアに依存しているから、ロシアが軍事侵攻しても抵抗できないはずだという計算があったと思うんですね。で、そういうことを考えると、イギリス国民の空気としては、もう勘弁してくれと。いい加減にしてくれ、インフレとかですね、エネルギー価格の高騰、勘弁してくれということと、一方で、第二次世界大戦の経験から、ここで短期的な利益から妥協をすることが、むしろ長期的により深刻な問題になるんだという本能との、この両方の葛藤がある状態で、ただし、やはり、もうメディアでもこちらでよく報道されている秋以降ですね、10月、11月以降、本格的にこの実際に、エネルギーが、電気代の請求書が来たときに国民感情はどう変わるかということで、大体私一人暮らしで電気代が今、3万円、4万円ぐらいなんですけども、家族だと大体7万円ぐらい、一軒家だと7万から10万ぐらい、という方もいらっしゃいます。で、もう払えないんですね。で、これはお金持ちが早く最初に払うと割引があるんですけども、これ、まとめて払えない人はですね、価格が高くなりますから、ですからイギリスの電気代というのは貧しい人ほどたくさん払わなきゃいけないというシステムなんです。そうすると実際払えなくなってくるんです。ですから10月11月で寒くなってきて暖房を使い始めてからおそらく国民世論が変わる。言い換えるとロシアはそのこと分かってますから、つまりは冬まで持ちこたえられれば、おそらく冬には、ドイツやフランスやイギリスがエネルギー価格の高騰によって国民で戦争のファティーグが続いて、おそらく政府に圧力をかけてウクライナ支援をやめさせるんではないということで、ここからもう最後のマラソンの苦しいところで、どちらも苦しい。だけどロシアが今期待を抱いているのは、秋までも耐えれば、これナポレオン戦争の時は冬将軍ですよね。まさに秋まで持ちこたえれば、おそらく西側諸国は倒れるだろう。もう戦争継続できなくなるだろう。で、そのこともおそらくイギリスをはじめとする西側諸国もよく分かっていると思うんですね。そうすると、どういう支援策、国際協調と政府がどういうふうにその国民生活を支援をするかということが鍵になってくると思うので、もしも国民生活を支援をする有効な政策が取れなければ、先ほどおっしゃったような国民の間での戦争疲れというものが、従来の政策の変更を求める、おそらくこれはドイツなどから来ると思いますけれども、昨日のウェビナーで、政策研究大学院の飯山先生がおっしゃってたのは、実はそのイギリス政党別でも主要政党はほとんどがですね、エネルギー、経済苦しくてもウクライナを支援すべきだというのは大体もう9割前後なんですね。8割、9割ぐらい。そうすると、これ緑の党はもう 100% 違い、90% 以上、ドイツですね。そう考えると、その数字を見ている限りでは、おそらく秋以降も、EU、NATO 諸国が大きく従来の政策を変更させるということはないと思いますし、一方では、頭で分かってても、体でついていけないかもしれないということが、これから、政治的な大きな問いになってくるんだろうと思います。細谷雄一先生、お忙しい中、お引越しを控えた中、本日はどうもありがとうございました。それでは今日の記者会見はこれで終わりといたします。ご清聴ありがとうございました。失礼します。